確かこの辺りにいらっしゃるって。ザンギエス様！おう、ミカではないか。お前の活躍は耳にしているぞ。そんな、ザンギエス様の伝説に比べたら私なんか。よし、久しぶりの再会だ。リングで鍛え抜いた肉体と技、見せてもらおう。はい、よろしくお願いします。でも来い。セリア、修行に行くというのはどうだ。世界中の猛者と戦い、筋肉を育て上げ、マッスルスピリットを手に入れるのだ。マッスルスピリット、マッスルスピリット、かっこいいっす。喜んで元もさせていただくっす。くそ、なんなんだこいつめ。武者修行中でも悪を見逃せないっす。いや、むしろ武者修行中だから許さないっす。ご飯を食べたらお金は払うっすよ。金がねえから国がしてんだろ。むさぶどきやがれ。おめえには関係ないだろうが。悪を見逃したらザンギエス様に顔向けできないっす。様みたいにかっこよくないっす。やっぱりマッスルスピリットがないからっすね。知らねえよ。そもそもマッスルなんとかってなんだよ。それはもちろん。あれ、マッスルスピリットってなんすかね。俺に聞くな、アーバユ。うわあ、ザンギエス様がおっしゃるんだから、きっとすごいものに違いないっす。このララさんはザンギエス様の投げとも、きっとマッスルスピリットも売るほどお持ちっす。私もここで手に入れてみせるっすよ。よろしくお願いするっす。いいや、ドーンとかかってきてよ。どうだ、どれや。
そうか。ミカ、俺の背中をよく見ていろよ。は、はい。うなれ、鋼の筋肉よ。それ。こんな大興奮っす。お客さんも、クマも。って、クマ？残業様！邪魔はさせないって。私が。そんな。ミカ。様の背中は遠いっすね。ザンギエス様、私やっぱりまだまだっす。ミカ、お前はすでに熱き魂を受け継いでいる。クマを止めた時、お前の魂は熱く燃えていたはずだ。熱く燃えて、あ、そうだ、筋肉と魂の融合、これがマッスルスピリット。あとお前に必要なものは筋トレのみ。マッスルスピリット、さあと決まれば筋トレだ。そして同じ魂を持つ者同士、次は俺と肩を並べ共に戦おうではないか。ザンギエス様、私頑張るっす。というわけで、私もマッスルスピリットをみんなに伝えていこうと思う。さあ、筋トレだ。え、やだ、だいたいそんな偉そうな人になんか何も教えてもらいたくないよ。偉そう、お聞きになっていらっしゃらなかったすか、ザンギエフ様の熱きお言葉を。だって叫んでばっかで話の内容わかんないし。人が下手に出てればちょっと表に出ろ。うるさい、私が勝ったら二度と話しかけないでよね。いい度胸だ、ボッコボコにしてやるっすよ。なめないでよね、私がめっためたのギッタギタにするんだから。なんだと、生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか。何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。